です、ね、なんでこんなにカメラが1,2,3,4 もいるんですか。でもみちくんを撮るためにたくさんカメラを用意しました。僕はそんなに撮らなくていいですよ。なんでですか、撮られるの好きじゃない。だって1台あれば十分なんですもの。なんでですか。だって1台あれば僕とのお姉さんとの距離感はちゃんと作れるじゃないですか。だからあまりそのちょっとそっちのやつやめてください。距離感が大事だからよろしくお願いします。距離感大事です、皆さん距離感大事。僕は今まで遠近法として活動しているので遠近法、誰かがルールを破った瞬間に一気に175センチになるんだ。ドデスカのセットでインタビューしたんですが見栄を張っちゃいました。僕は今まで、うん、いろいろな、はい、映画だとかドラマに出ているので、はい、ちょっと宣伝にしたこともあるけど、こんな素晴らしいセットでやるのは初めてです。わあ、みちくんのために用意しました。え、そうなんですか。でもさっきスタッフさんがもともと使ってるやつとおっしゃってましたね。あ、ちょっと僕を子供だと思って舐めないでください、ね、ごめんね。僕のためにこんな大掛かりなお金が発生するわけないじゃないか。みちくん、私に興味があるようで。お姉さんは何の人なの。ドデスカでお天気のコーナーしてるんです、私。え、お天気。そう、お天気を何やってんの。今日は晴れますよとか曇りますよ、雨が降るから傘を持って行ってくださいねとか言ってるんです。簡単なやつか。違う違う、簡単じゃないよ。簡単じゃないよ。ここでみちくんの代表作星のからくりの話を。恋のシーンがもうすごく、私30超えてるんですけど、もうドキドキしちゃうくらいでした。あのゼルフもう一回聞きたいんだけど。え、じゃあ嫌いっこします。あ、じゃあお願いします。嫌いっこ。2人による別れのシーンご覧ください。なっちゃんとは一番楽しく過ごせたと思ってるんだ。じゃあこれからも楽しく過ごそうよ、なっちゃん、約束ね。約束だね。またこの町に帰ってくるよ。うん、待ってる。指切り玄万、この町に帰ってくると決めた。指切ったなっちゃん。みちくん下手くそ演技。ねえ、この人下手じゃん。